邪魔でございます。皆さんお元気でございましょうか。ということで、最近なんかね、動画、今まではね、なんか俺の試合動向とかテクニック動向より面白く楽しくやってる動画の方が伸びてたんですが、最近はなんかテクニックだったり、まあ、ガチャとかはまた別としてね、試合の内容で解説をちゃんとしながら、やってるのが結構伸びてるなということで、ここに1ヶ月2ヶ月ぐらいですかね、動画の集計が全部見れるんですけど、 YouTube でなんかどんどん変わってきたのかなって。みんな結構今まではウィではただのゲームだ、楽しめばいい、まあ、ただのゲームなんですけど楽しかったらいいやみたいな、何も考えずにふわってやっとけばいいやみたいな感じだったのが、なんか本当に勝ちたいと、もっと上手くなりたいっていう風になってきたのかなと思って、僕はすごく嬉しく思います。まあ今までのね、楽しいちゃまくん、パーパーおじさんも、忘れずにやっていくんで、まあ、どっちもね、いいバランスでやれたらいいと思いますということで、まあ、コメントいきましょうということで、丸七瀬さん、ちゃまガチャ当たんないなこれと、怒るよと、怒る、なんで怒られないかわかんないけど、怒りたいのはこっちだと、俺はね必ず紙引きするから、もうねこの木曜日俺がもうバチコンいいガチ引いて、いいガチャっていうかいい選手引いて、もうちゃまくんごめんなさいと、俺ちゃまくんのこと疑って申し訳なかったって必ず謝罪させますんで、謝罪っていうか後悔させますから待っててください。おかわりくんさん、スーパーゴール来たということで、1点目やばかったねマジでね。 K リクトさん、ちゃまの1点目は神が舞い降りない限りリアルではできないなと、さすが画質だけのゲームということで、結構ねこういうコメントがあって、リアルのサッカーでできないプレーをゲームでしちゃうとこれクソゲーだとか怒り出す人いるんですけど、それは FIFA でやればいいことで、 FIFA っていうのはまあ同じサッカーゲームなんだけど、 FIFA ってサッカーシミュレーションゲームで、リアルのサッカーをゲームの中でやるっていうのが、まあ、一つなんだけど、ウィレっていうのはもうサッカーゲームなんで、サッカーを題材にしたゲームなん で、何よりサッカーより優秀なところが一つあって、サッカーの難しいところは11人対11人で一人一人が考えながらプレーをしてると。それがいいところもあるんだけど、ゲームは基本的に1対1なんで、全員が同じ脳みそ、カーソル変えればね、同じ人が同じ脳みそで、プレイできますから、息は合いやすいと。だから普通のサッカーよりスーパープレイが出て当たり前なんですね。その辺をね、まあまあ寛解、なんかサッカーとゲーム、サッカーゲームっていうのを切り離して、どっちも楽しめばいいんじゃないかなと思いますね。風味チャンネルさん、ドリブルの時ってほとんどダッシュしてますかということで、まあ、結構ねこの手の質問っていうのが多くて、まあ、ドリブルのダッシュのことなんですけど、今回は例えば四角プレスをしてますか、守備の時とかバツプレスをしてますかって、もうこういう一緒くたに全部考えられないです。ドリブルもそうだし、四角プレスもバツパスも押す時は押すし、押さない時は押さないとしか言えないんだけど、基本的に僕はね、傾向で言ったらこうやってダッシュドリブルめちゃくちゃ使う方ですね。ただ状況に応じて押したり押さなかったり、やっぱ分けなきゃいけないんで、一緒くたには本当考えられません。それだけ、いいところも悪いところもあるし、例えばダッシュをしててこうやって緩めただけでフェイントになってるんで、相手おーってなるでしょ、おーなんだこれ、なんかするのかみたいな、そういうのもあるんで、人によっても変えるし、試合によって毎回違うとしか言えないですね。それはもう経験なのか、経験でもないかな、うん、頭でこうすりゃいいよって考えられることでもなさそうみたいな。今のシューキャンうまいね、天才だね俺あそこの判断、まあ、ちょっとねナメプに近いというか、まあ、あの形でロナウドの重さで、メッシとかネイマールだったら頑張るけど、ロナウドの重さであの体勢でゴール向けないなと思ったんで、一か八かシューキャンギャンブルでやってみて、これがうまくいったっていうのがすごく喜びがありますね。こういうドリブルもね、今のねネイマールのやつも有効なんだけど、あれ必ずね同じ、例えばサイドとか必ずね同じとこでやる人いるから、そしたらもう止められるし突っ込まれなくなるし、ずっと毎回同じとか毎回ここではフラするとか決めない方がいいです。もちろん決めてプレーしてやる分にはいいんだけど、じゃあ次は通らなく、相手がケアしてるから、その相手の対応をちゃんと見なきゃいけない、相手がケアしてるから今日はどうしようああしようみたいなのを考えなきゃいけない。今日はちょっと今ね、さっき今一瞬出たまるでのビルドアップで攻撃のね、レート400向けの攻撃の
動画でもお伝えしましたが、あのショートパスだけがねビルドアップじゃないよみたいな、もうね、この何がねいけないかって、このドリブルしてる時ってディフェンスと自分の前しか見れないんですよ。だからもうでもあそこって抜き切った後基本的には混化するしかないんで、僕は的にはいくら抜かれてもキーパーマニキーして寄せれば終わりだねって思うところがね、なかなか弱いところかなと思いますけど、こう、丸パスのビルドアップね、下がダメなら上通そうっていう考えなんですけど、うわ惜しいな、ここ時間かけるディフェンスですね。あ、突っ込んじゃいけないよみたいな、突っ込んじゃいけないけど、やられすぎないように、一番嫌なとこはずっとケアしてる。絶対やるでしょこれ絶対やるじゃん絶対やるけど、まあたまにね、これで必ず毎回やるから、例えばじゃんけんと一緒で、あ、やば、毎回チョキ出すよって分かってても、次はチョキ出す、あ、チョキ出すか、こっちグー出せばいいって思うけど、次はパー出すんじゃねえかぐらいの確率でうまくいくことありますけど、まあ成長、これで仮に1点取れたとしても、なんか成長はしないのかなって思うから、これでもしね、じゃ あまたこいつどうせまた同じことやるよって俺が思った時にギュッて返ってきたら素晴らしいんだけど、なかなかね難しいところ、こういうところで丸パスどんどん出していく、今のは通らなかったけど、ああいうところでビルドアップもそうだし、ショートパスでつなげばいいじゃんっていう場面なんだけど、ディフェンスが真ん中にいて出せないよっていう時は結構ねやっちゃってもいいんじゃないかなと。丸パスをどんどんで、大体チョンでいいですね、まあ、その距離にもよるんですけど、基本的にはチョンでいいというか、なんでチョンでいいって覚えていいのかっていうと、まあ、その例えばここでさ、スアレスケアしないんだよね、スアレスケアしないわけ、やっぱね画面内近いやつからどんどんパスコース切っていくでしょ、こういうビルドアップ、あ、いいね、でもスアレスありがたいね、こういうとこ で一番いいとこ丸でいけるのは、その相手がイメージして、多分次あそこでボール持ってる、今これ相手の考えね、あそこでボール持ってるってことはこういうプレーが予想できるっていうもののと違うことをやられるから、まあ、アップアップしちゃうっていうのと、丸ボタンに対して AI が勝手に引っ張られちゃうんで、あの陣形が崩れるんですよ。だから簡単なワンツーとかがすごく通りやすくなります。今もうパパスタソだっけ、パパスタソに丸で上げたらビューって取ってきたでしょ、そしたらそいつはもうダイレクトで近くのロナウドかなに当てりゃいいと。この人はあのなんていうんだ、この対戦相手、またこれまた別の話なんだけど、かなりドリブルがうまいですね。サイドで の選択肢っていうのはちょっとあのワンパターンな感じはしますけど、単純ないなし方とかすごくうまくて、あ、うまい、あの結構守備してるのもあの自分のペースでいけてないし、ゲーゲンがあんま意味ないんで、ここ外しますと。ゲーゲンは今外しました、つけてたんですけど、だからこういう人はね本当にやりにくい、レート関係なく。ただこういう人は攻撃上手い人ってレートが低くて攻撃が上手い人で、守備が嫌いってなのか下手なことが多いんで、守備が、ね、なんとかね結局殴り合いで勝てるみたいなことが多い。だからそこを狙っていって、まあ、点取られても、ああもう大丈夫大丈夫って思いながら、こういった守備が下手だ、絶対俺にも勝てるチャンスがあるって思いながらやっていくっていうのはいいかもしれないですね。何の話だったっけ、あ、丸のビルドアップね、うん、ちょっと対応してみようと思います。できるとこね結構いつもより多めに探してみようかなと思うんで、そうですね、この人はうまい、この距離の取り方、この人のドリブルの、あ、ほらネイマールさネイマールなんだよねこの人の頼りは。ネイマールをさ自分の手前の一番見やすいところに持ってきたでしょ。ただこうなるときついのがネイマールって逆足精度結構低いから、多分ねそのシュートが打てなくなっちゃう、ネイマールでドリブルしてっていうのが。
そこをこの人はどう切り替えられるかっていうのをケアしなきゃいけないね。もし逆足精度が低い、だから左足か、ネイマールの左足でシュート蹴り出したらもうこっちの勝ちだと思っていいんじゃない。ただそこからパスとかそういうのを選択していくんであればちょっとめんどくさい。確かにね、そう。でもこの人はちょっと自分のさ、やばい、自分の弱点を言っちゃったに近いんだけど、で奥のサイドは見れてないですっていうのがあるんですね。手前の、コートのね、手前側が見やすいってことは奥は見にくいよっていうのを言ってるようなもんなんで、じゃあこっちは奥でビルドアップしていくかって、守備も一緒なんでね、そういうのを気をつけていけばいいと思います。結構この人はこう自分相手のプレスを見てトラップする方向がうまくて、パス、それに対してパスなのかドリブルかなのかっていうビルドアップの時の選択はすごくうまいんで、あんまりプレスに行かない方がいい。こういう人はね、全部いなされて最終的にセンターバックまで引っ張り出されてすっからかになっちゃうんで、てかキーパー見たことないようなやつなのにめちゃくちゃ止めてくんな。相手のねいいところをまず認めるっていうのはいいことだよね。いや惜しい、あ反応しなかった。そうね、で結構さ中央寄りかな、攻撃はサイドはあんまり使わないね。サイドは最後の方だ。で多分こっち側でいろいろされたらね割と見にくいんじゃないかなと。はい、ちょっとマニキー読みじゃなかったけど、まあ多分ファンに打ってもコースないかなっていうか枠に入らないかなと思ったんでトラップしてニアに狙うようにちょっと重心ずらしをワンステップでやったっていう感じね。もしかしたらこの人の守備っていうか攻撃の時、こっちの守備としてはこっちの手前側に行かせないようにビルドアップの段階でやったら結構もう何もできなくなっちゃう可能性あるね。ここ丸のビルドアップ開いちゃったりするでしょ。ここオフサイドも気をつけながら、じゃあもう一気にさ2対1とかの形ができちゃうわけ。こうでしょ、もう簡単だよね。ほら一気に、でなんでこれやってるかって、四角プレス多分この人結構してるんで、それかフォアチェックアグレットだったかで前のめりな、守備をしてるから、丸パスに食いついちゃってもうセンターバックのポジショニングがおかしくなってる。奥に行かせてみる、行かせられないかな。あこれ危ない、ニア、ね、狙ってくるのはかなりあの精度っていうか落ち着きがないとできない。多分この人のタイプは、得意なことは得意だけど苦手なことは苦手っていうのをきっぱりやってて、その得意を伸ばしていこうと。ここ難しいね。ちょっとやりすぎちゃいました ね、ちょっとやりすぎちゃった。たまにね僕これやるんですけど、あのナメップだって言われるんですけど違うんですよ。ナメップ的な感じで点を決めるともう完全にね、例えば4対2これ決めてたら5対2になってたわけじゃん。で5対2残り時間3点差っていうプレッシャー、あの点差だけでもうざいのに、こんな決められ方やったと、俺のディフェンスがもう全く通用してないっていうふうに思わせれることができるので、相手の心を折ることができるんです。結構ね2点目3点目とかは僕こういうのを狙っていくように意図的にしてます。ちょっと無理してでもちょっと確率低くてでもやっとくみたいな、それが、まあ、いいかどうかわからないけどいいと信じてるって感じ。もう本当手前でしかやんないね。だから中に行かせるディフェンス、誘導させる中っていうか奥に行かせる誘導させるディフェンスができたらいいかも。絶対手前だもんね、絶対手前。あやばい、はいはいはい、もう真ん中1枚でしょ。ディフェンスは4人残ってるけど、あ取れないか、行くと見せかけてここで戻っていって、あ惜しい、
ね、うまくいってたんだけど、なぜか反応しませんでした。行くと見せかけてパス出す。あっち、あのこの人は見てたわけよ、俺のディフェンスを。数をついてるやつ、ボール持ってるやつに来るか、内側に待っておくか。そういう時に僕はちょっと外にボール持ってるやつに行くよと見せかけて、空いた風に見せて出すちょっと前に戻すみたいな、そういうことやります。こういう、まあこのね、あのネイマールの配置一つでも、この人のまあなんか攻め方の癖とか、いいとこ悪いとこっていうのが見えてくるから、いいとこは潰して悪いとこはどんどんついていくっていうのを意識していったらいいかもしれない。そう、多分だからレート600、700の人でさ、900とか800とかなれませんっていう人いるんだけど、俺的にはね、レート600、700で600、700の人って全然その楽勝で勝てると思ってなくて、相性が悪いとね、本当にボコられることがあって、まあその2つのポイントから考えるに、多分だけどやっぱり一個一つ武器は持ってるんだけど、それ以外の選択肢を考えてないのかなっていう気はしますね。だからもしかしたら、なんでレートがこれ以上上がらないんだろうみたいな、600、700から上がりませんっていう人は、まあ例えばこの人の場合だったらドリブル、ネイマールが得意だからドリブルでどんどんね、いや、あの攻撃していくんだけど、サイドでしか、展開できない。で最初の前半手前にでいて、ネイマールちゃんと右足がシュート打てる状態の手前ね、あの前半で攻撃し、あの勝負できてた時は結構僕も嫌だったんですけど、後半になってネイマールが右になった途端に、まあ、シュート打てないじゃん、左足じゃん。だから多分ネイマールをそこに置く意味っていうのがあんまりなくなっちゃって、攻撃のオプションがなくなったから、だからこの人だったら、その奥で使うネイマール、コートの奥で使う、後半でもちゃんと左ウイングで使うっていうことができたら、もしかしたら良かったの、あのまた違うかもしれない。で確かにね、これ基本誰でもこうなんだけど、手前より奥の方が見にくいのよ。やっぱりディフェンスがかぶっちゃってるから、これがネイマールだとするじゃん。前半だったらこれが手前にいて、こうでしょ、これ俺が操作するやつで、この距離感はこっちから見えてるの。多分逆だね、俺からは見れてるって分かる。そっちから見れてるっていうのは何だ、これネイマールね、で俺ディフェンス、これ見やすいじゃん。でもこれ見にくくないでしょ。ネイマールがかぶっちゃうから動きが見えないんだよね。これが例えばこうなったらこっち行くとかさ、まあ、体の向きでこうあるわけじゃん。それがね、やっぱこれだと見にくい。だから実はこの人はちゃんと左ウイングで後半ネイマールを奥からドリブルを狙っていく方が僕にとっては脅威だったっていうのはある。だからやっぱり苦手は放置して、いいところはあのこういいところだけを伸ばすっていうのも、何かこう物事成長する上でなんか有益な気がするんですけど、そればっかりだと、じゃあそこを防ぐのが楽勝な人だったらもう何もできないよというのありますんで、まあ、いろんなことがバランスよくできた上で、こいつにはクロスばっかあげようとか、この相手はこの対戦相手はクロス対応下手だからクロスばっかやろう、ドリブルばっかやろう、スルーパスばっか出そうっていうのはいいんですけど、選択肢をいっぱい持ってて、もうドリブルしかないっていう状態はもしかしたらあの勝率が安定しない原因になるかもしれません。またね、真面目に語ってしまいましたけど、明日はね、たくさんおっぱいとかうんことかの話をしたいと思いますんで、お楽しみにお待ちください。さようなら、パー。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。コメント、チャンネル登録よろしくお願いいたします。